はい、皆さんこんにちは、ジェル&トイです。いや、トイさん、本当に今年はいろんなことがあったね。もうたくさんありすぎてビビるね。まずさ、このチャンネルの1年振り返ろう。いいねいいね。まず去年の大晦日は珍解答シリーズがめっちゃ流行ってたの。そうだね。で、1月あたりでもう大体終わったんだよね。で、次どんな動画が流行ったか覚えてる？え、なんだろう。覚えてないの？覚えてない。あんただよ。え、私？トイさんの地雷シリーズだよ。あったね、地雷シリーズ。今考えたら意味わかんねえよ。ちょ、今やってよ、流行った地雷トイ。いいよ。やった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 、地雷ドッカーン。うん、意味わかんねえよ。うん、私も意味わかんない。で、その後俺のアルバム発売でまた一つ盛り上がったんだよね。あったね、 3D ライブで歌ったり。あんた、なんか空飛んでたよね。そうそう。で、その後超意外なの、うん、あれでしょ、珍解答シリーズが終わったと思いきや、そう、天才シリーズが流行りだしたの。よくわかんないよね。そう、もう難しい問題とかをトイさん天才たちが答えるっていう。あの時だけこのチャンネル教育番組になってたからね。統一性なさすぎだろこのチャンネル。で、この辺でピーマル様ともコラボしましたね。あったね。で、その後また流行ったものがあったの。え、夏休みあたりっしょ。なんだろう。トイさんのミュージカルシリーズでございます。あー、私歌ったわ。ずっと歌ってた。これはね、 YouTube というより TikTok で大人気だったね。ね、雨なのにプールがあった日の気持ちをミュージカルにしたりね。ちなみにこの辺でクソだるいの歌もできました。この部屋もう歌の季節なんだね。そう。で、秋になりました。はい、そうですね、わかります。何が流行ったかは、はい、せーの、体育祭。どんだけやってんの私たち。始まったのが9月18日。じゃあ私たち3ヶ月以上体育祭してんの。そうだね。頭おかしいよ、軸歪んでるよ。何種目したの。まあ50種目くらいしてるね。どんな体育祭だよ。まあでも、さなえちゃんとかアレックスとかね、障害物競争とかめっちゃ楽しいじゃん。まあ楽しいけどね、今までにない感じで。ということで、トイさんシリーズ振り返ってまいりましたが、勉強とか仕事の休みの時間、そしてちょっと苦しいな辛いなって思ってる時間、そんな時に俺の動画を見てクスッと笑ってくれるだけで俺は本当に幸せです。来年もめちゃくちゃ笑わすからよろしくな。ほい、みんな集まって、せーの、おっしゃー。